どうすればアナは助かるかな。わからない。わからないけどやるしかないんだ。アートリスを倒そう。やたらでけえな。いやー怖い。うわー、めっちゃ走ってる。ちょっとどこにいるの。あ、雪男、氷男、名前わかんないけど、あいつも手伝ってくれるんだね。でかいな。やっつける。ちょっと待って、ちょっとまだ動き、あ、何それ、あ、いて、動きがわかんない、痛い、動きがわかんないからちょっと難しいな。ちょっと多いな。あ、攻撃を当てたい。早く武器を変形させたい。オッケーオッケー、削れてるよ。オッケー、来た。アサルトクロー。オッケー、畳みかけろ。いけいけ。ああ、雪だるまも頑張ってる。頑張れ。いけ。やれ。どりゃどうだ。当たってないよ。それやだ。それ、あー、ついてくるのね。オッケー、あ、避けた。どこ行った。あー、そのは周りを、あ、いて、走り回るのやめてほしいな。危ねえ。オッケー、止まった。お、当たってるよ、ドナルド。よし、オッケーオッケー。あー、吹き飛ばされる。痛い。うわ、なんかいっぱい出たな。ちょっと周りのちっこいやつは放っておいて本体を攻撃する。間合いに入ってしまえば攻撃が入んないのかな、もしかして。危ない。痛い。やめて。ありがとう、ドナルド。痛い。 OK。 ほら、畳みかけろ。痛い。ちょっとあんまりやめて、ちっこいの、やめろ、ちっこいの、邪魔をするんじゃない。よし、 OK。 入ってるよ。攻撃入ってる。 OK。 いいよ。OK。 入ったかな。あー、痛い。あ、届かない。よし、入ってる。ありがとう、ドナルド。届いてる。あ、届いてない。掴み損ねたな。ドナルド見てよ。あー、いいね、結構削れてるよ。あ、なんだ、あら、なにそれ。うわ、なんかすげえ痛そうな攻撃をされそう。やばいぞこれは。お、タイム、時間制限がある。何の時間制限って。ちょっと周りのちっこいやつを倒していく感じか。 OKOK。 当たってる。周りのちっこいのを時間内に全滅させる感じなのかな。どういう感じなのかよくわかんない。とりあえずちっこいのを全滅させたい。あ、やばい、タイムが上手くなってる。なんだ、何が起こるんだ。いて。あら、三角で何。あら、食らっちゃったな。だいぶ食らったな。三角押してたんだけど、押すタイミングが遅かった。あ、入んなかったな、最後の。ヨーヨーだぞ、ハイパーヨーヨー。届かない。そんなに上に上がられちゃうとちょっと困っちゃう。入ってるよ。あー、痛い。やばい、回復して、ドナルド。あー、入ってないよ。ドナルド、回復してくれ。危ない。やばい、これはやられる。ドナルド、ありがとう。動きが止まってるな。あ、これはあんまり地上の敵にしかあんまり意味ないな。バニッシュしちゃう。入ってないね。オッケー。
攻撃を当てて早くアサルトクローに変えたい。なんだ、何それ、危ねえ、当たってなかったね、一発で。回復っていうか、あの回避がちゃんと入ってた、ね、それ嫌いだ、危ねえ。消去、オッケー、入ってない、もったいない、いやー吹き飛ばされる、また産んだな、ちっこい、痛い、ちっこいの産んだってことはまたなんか上から降ってくるやつやるだろう、でっかくなって、またそれか、タイミングよく避けるんだ、避ける、避けられなかった、間に合わなかった、いやー届かない、時間がない、痛い、やばい、ドナルドやばい、ドナルド回復して、ドナルド危ない、ドナルド、やってくれたな、次はもう完全にとどめを刺してやる、最初必ずその走り回るやつなんだね、入ってるよ、となるとちゃんと、いいよいいよ、ほら削れ削れ、みんな削れ、頑張れ、いい、危ねえ、ちょっと見えない、危ない、痛い、届かん、よっしゃ、オッケー、いいよいいよ、集中して、みんな痛い、みんな集中して、みんな集中するんだ、オッケーオッケー、入らん、惜しいな、ちょっとしっかり正面から攻撃して、こうなんだ、なんか、動かせる、雪だるま動かせる、いけ、やれ、そう、上を飛ばれちゃうとな、いけ、頑張れ、入ってるか攻撃、入ってないな、ジャンプもできるの、いいね、届くか、届いたね、なんか結構派手な攻撃の割にあんまりダメージが大きくない、遠い、もっとこっちおいで、ない、危ない、痛い、危ない、こっち来い、それやめて、やめてほしい、それ危ない、ほら、なんだ、またそれか、どのタイミングで三角押せばいいんだろう、降りてくるね、いっぱい生まれてる、ちっこいのがいっぱい生まれてるよ、届かない、ちっこいのが、やっと届いてる、オッケー、そのなんか紫色の炎みたいなやつに当たるとちょっとひよっちゃうから気をつけてね、当たらないように、痛い、ちょっと待って、よーし、倒す、やべえ、ちっこいの倒すのに集中して三角押すの忘れとった、多分時間内に三角押さなきゃいけないんだな、きっと、ちょっと待って、次もう一回やってくるだろう、その時はちょっと見とこう、時間、痛い、いやー届かないな、上に上がっちゃった、入ってる、いいね、開いて、ちょっと待って、危ねえ、ドナルドメテオ強いな、またそれか、その炎嫌いだ、
なんか届く、痛い届かない。どこ行った？あー、また走り回ってる。なんだ、どっから来る、どう来るんだ。オッケー、もう止まったな。いやー、炎の吐き方が、吐くパターンが変わったね。入って届かない、よしよし。ちょっともう動き回りやがって、いけ、みんな頑張れ。あ、みんなやってくれてるね、攻撃ダメージを与えてくれてる。また上がる、上がんない。あ、産むだけか。やべえ、酔った。この次のタイミングだな。あ、痛い、ちょっと待って。あ、回復したばっかり。いやー、危ない。よいしょ、当たらない。もう周りのチコに邪魔するな、邪魔するんじゃない。走ってる、入んないか。いいよいいよ、動きが止まってる。走り回った後疲れるんだな。よいしょ、あ、ドナルド、ドナルドじゃない、グフィ。これは入るんじゃないか、地上にいるから。あ、入ったか。 OK、結構強い。痛い、どこ行った。いやー、痛い、いやー、危ない。あ、早く回復してくれ、ドナルド。ドナルドどこにいる。いた、あー、ドナルド回復、ドナルドどこ行った。自分でやるしかないのか。危ない、よし、 OK、 相手、あ、ちょっと待って、回復した直後に攻撃入れてくるのはせこいぞ。あ、やれやれ、一瞬動きが止まってたんだよな。そろそろ登るんじゃないか、まだか。あ、それやめてほしい。痛い、当たる、あ、当たる、それ痛えな。あ、上がるぞ。あ、やべ、回復できない。これはちょっと三角を押すタイミングを見逃さないように気をつけないとやばいね。この当たんないように。ありがとう、ドナルド、ありがとう。ちっこいのをやっつけつつ、時間を見つつ、やべえな、見なきゃいけないところが多すぎるぜ。まだだね、これか。お、すげえ、支えてる、すごい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 、頑張れ頑張れ。お、なんだ、どうなる。すごい、砕いたね、落ちてきた。これ結構なダメージなんじゃないの。あー、どのぐらい食らったのか分かんない。今のやる前の HP がどのぐらいだったか覚えてる。ヨヨ、届か、痛い。あー、みんなピヨってる、ドナルドとグーフィーが。ちょっと待て、あー、そっちじゃない、本体にターゲットが合わない。あー、周りのチコの邪魔だな。どこ行った。あ、いた、走り回ってるな、周り。痛い、危ない。あー、入ってない、何も入ってない。ドナルド行け、ドナルドじゃない、グーフィーだ。あー、小物を大きい方に当てたかった。あ、もうちょいだな、やれるぞ、いけるぞ、頑張れ、みんな頑張れ、もうちょいもうちょい、あと一発。いや、痛い、頑張れ、誰か攻撃を。よっしゃー。
ラクシーヌ、想定外だけどこの世界には二人もいたわ。マルシャってやつもそうだし、お前たちは何がしたいんだよ。ああ、もうマルシャには会ってるのね。だったら話は早いじゃない。さっきも言ったけど、ニューセブンハートよ。あんたたちが仲間を七人揃えられなくても、私たちの計画通り進めるための保険。他の世界の人たちを巻き込むな。ずいぶん男らしくなっちゃって、お姉さん嬉しいわ。でも巻き込みたくなかったら、ちゃんと7人の守護者を揃えることね。お前らこそ13人揃ったのか。王様からは1人足りてないって聞いてるぞ。もう揃ってるわよ。13の闇が揃った。光の守護者が7人揃わなければ、エルサとアナが危険に。大丈夫？二人は強いよ。僕たちも負けてられないね。そうだな、さっきの力があれば。アナ、エルサ、私を助けるためになんてことするの。大切な人だから。真実の愛が凍りついた心を溶かしたんだよ。愛は氷を溶かす愛。エルサ？そうよ、愛よ。お、新しいキーブレードをゲットしました。トロフィーありのままで獲得。あ、遅くなってごめん。ううん、急に呼び戻してごめんね。13機関はもう13人揃ったって言ってた。鵜呑みにしていいのかな。俺たち何度か新しい13機関に会ったんだけど、
あいつらニューセブンハートとか言っていろんな世界のお姫様を狙ってるみたいなんだ。かつてのセブンプリンセスはすでにその力を別のものへと継承している。機関は継承された純粋な光の心の持ち主をニューセブンハートとして探しているようだ。カイリは誰にも力を継承してないからニューセブンハートなのか。そうなるね。でもキーブレードを持つ守護者として空と一緒に戦う道を選んだんだよ。そっか。ティラはまだ見つかってません。でもバニタスが言ってました。空の中にベントスの心があるって。賢者アンセムの記録にも記されていましたから確かな情報ですよ。それならベントスを助けられる。でもベントスの居場所はアクアにしかわからないんですよね。やはりまずはアクアを探さないと。俺が行くよ。いやでも。空は目覚めの力は取り戻したのか。いえ多分まだです。その力なしで闇の世界に行くのは危険だ。でもなんで笑うんだよ。やっぱりインシッド様が言ってた通りだから。空なら無謀に乗り込もうとするって。なんだよみんなも。空は俺とミッキーが闇の世界で苦戦したから心配してくれてるんだよな。まあありがとう。でもまずは目覚めの力を取り戻すんだ。闇の世界にはミッキーと俺で先に行ってるから後から追ってくれ。ああ分かった。でも無理しないで何かあったら呼んでくれよ。そうする。無理というか無茶ですけどね。イエンシッド様の言うことは聞かないのにリクの言うことは聞くんだね。全部聞こえてるぞ。では引き続き空は力を取り戻すことに。王とリクはアクアの捜索に注力してくれ。なぜ機関に戻った。かつての相棒に冷たいじゃない。それにしても新しいリーダーのおじいちゃん、なんで私たちみたいな裏切り者を仲間に招いたんだろうね。ゼアノートは中身に興味はない。我々を器としか思っていないからな。もともとの13機関の結成もゼアノートの器を13集めるためだった。ひどい。また乗っ取っちゃおうよ。いや、前も乗っ取れてないし、やめといた方がいいよ。なんであんたが。さっきマルちゃん言ってたじゃん、中身に興味はないって。それにしてもあんたみたいな役立たず使うくらいだったら鍋でも器にした方がマシよ。いやいや、さすがに言い過ぎだって。俺だって本気出せばそこそこ強いし、まあできれば戦いたくないけど。あんたどこの世界にも行ってないでしょ。何がしたいのよ。だって俺補欠だもん。は？サイクスがビクセンも連れてきた。おそらくレプリカを使う気だ。また人形使うの？いやいや、それが今回はただの人形じゃないんだって。
俺はレプリカの補欠なんだから。レプリカの補欠なんてやっぱりあんたは役立たずじゃない。笑ってる。今回のレプリカはただの人形じゃない。忘却の城で使った陸レプリカは試作、その後もう一体空の記憶から作られたレプリカは機関のメンバーとなった。そして今回のレプリカはさらに人間と等しいと聞く。完成はまだらしいがな。へえ。でも私、空たちに機関はもう13人揃ってるって言っちゃったよ。それはそれでいい。ゲッ、ゼムナス。こちらが13人揃ったと知れば、彼らも策を急ぎ、きっと準備は不十分となる。なるほど。でもさすがにこいつはないでしょ。ちょっと指ささないでよ。機関の結成ナンバー6まではもともと賢者アンセムの弟子、そこに7と8が加わり、13番目のロクサスはキーブレード使いだった。ではお前たち9から12の4名がなぜ選ばれたのか。強い心の持ち主だったからでしょ。いや、他の目的の達成のためだ。末席の私はまたのけ者かな。あんたもいるの？もうほとんど前と一緒じゃない。私はちゃんと任務についている。補欠ではない。聞いてたの？趣味悪いな。カードは後に出した方が優位だからな。任務ってまさかシグバールの適当な噂しか情報がない謎の箱探しのこと？君に詳細を教える必要はない。それでゼムナス、他の目的とは？同窓会というわけでもなさそうだが。この4名の中にいる古のキーブレード使いを探すためだ。次はどんなワールドかな。古のキーブレード使い、ちょっと気になるワードが出てきましたね。はい、というわけで今回は、時間的にちょうどいい時間なのでこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回この続きプレイしていきますので、よかったら遊びに来てくれると嬉しいです。それじゃあ皆さん、さよなら。ありがとうございました。チャンネル登録もしてくれると嬉しいです。